ベル427ベル427はベルヘリコプターとサムスン航空産業が開発した軽量双発多目的ヘリコプター。ベル407をベースに開発され、現在は発展型のベル429に生産は移行している。ベルは成功したベル206シリーズの発展型の開発を幾度か試みたが、1980年代半ばのベル。 400とベル440は開発中止となり、1990年代初期のベル 206LT は限られた生産機数に終わった。206LT を代替するために、ベル407にアリソン 250C22 バイトエンジンを総発で、搭載するベル 407T が計画され、開発は比較的簡単に進むと考えられたが、ベルは 407T の積載量、 航続距離が十分ではないと結論付け計画は中止された。ベルは韓国のサムスン航空産業と提携して新たな軽量双発ヘリコプターの開発を開始1996年2月ダラスで開催されたヘリエキスポでモデル427として発表した。ベル427は完全にコンピュータ上で設計された同社発の航空機であった。 ベル427は1997年12月11日に初飛行し1999年11月19日にカナダ運輸省航空局から2000年1月に連邦航空局から形式証明を取得した2000年5月には FAA からパイロットに名乗務での契機飛行方式での運航が認められたベル二十七の飛行システムは テキサス州フォートワースで、胴体とテールブームは、サムスン航空産業によって、韓国継承南道支選手の工場で、生産されている。最終組み立ては、ケベック州、ミラベルのベルの施設で行われている。量産初号機は2000年1月に顧客に引き渡された。2004年に、ベルは、カイト、三井物産エアロスペースと提携して開発するベル 427i を提案した。 会は、胴体、キャビン配線、燃料システムの開発及び生産、三井物産エアロスペースが資金調達を担当した。ベル 427i は、パイロット一名乗務での軽機飛行方式による運航を可能とするため、新しいグラスコックピットとナビゲーションシステムを装備する計画で、胴体は再設計されて点三六メートル延長、エンジンとトランスミッションは強化され、 最大で陸重量が増加する予定だった。しかし、427i の開発は中止され、計画はベル429に移行した。開発中止の時点で 427i は80機を受注していたが、2005年2月にベル429に振り替えられた。ベル429の開発は、計画より遅れたものの、2007年2月27日に、 初飛行し、2009年から量産機の引き渡しが開始された。2008年1月24日、ベルは正式にベル427の生産終了を発表した。2010年まで受注済みの機体を生産後、ラインは閉鎖され生産が終了した。ベル427のコクピットベル427は、ファデック付けのプラットホイット2カナダ PW207。 ディーターボシャフトエンジンを総発で搭載する。ベル407と同様に、リジット型の4ブレードのメインローター、複合ローターハブ、にブレードのテールローターで構成される。ベル427のキャビンは、ベル407より32センチ延長され、主に複合構造で構成される。キャビンは206シリーズから存在した屋根ビームが取り除かれ、スペースが拡大した。オプションで、 スライドドアを装備可能である。ベル427の座席は2から3から3配置で、パイロットを含む8名が登場できる。航空救急向けの仕様では、ストレッチャー2台と医療従事者2名を搭載することが可能である。出展、ベルヘリコプターインターナショナルディレクトリオブシビル、エアクラフト、エアロスペーステクノロジー初限性能。ありがとうございます。